今回学長と申します。今ツイッターやってる人でしたらば知らない人いないコラボ問題というのがあるんですけれども、私獣医でございまして、獣医師会がやる委託事業というのに狂犬病の注射があります。コラボ問題の何が一番問題になっているかというと、内部の会計のずさんさと雑であることが問題になっておりますが、問題の本質はそこではありません。委託事業、私狂犬病の注射をやっておりましたけれども、まずはその地域の保健所が獣医師会に委託すると、まあ、本来保健所がやるべき狂犬病注射をですね、獣医師会に下請けに出すんですよね。そして我々獣医師が広場などに行ってですね、皆さんの集まった犬に注射打つんですけれども、それは職員の目の前でやりますし、職員が観察を出すんですから数をごまかすことなどできません。いわき市では毎年1万4千頭ほど狂犬病の注射をやっておりましたけれども、全てにおいて役所での手続きと観察の交付があるものですから、1万4千頭打ちましたといって実はやらずに、手数料、委託料ですねもらうことなどできません。今東京都の問題となっている、コラボという団体がですね、まあ紙ペラ1枚にですね年間67人の女性を保護いたしました。相談を受けました65人ばかしと、貧困では8人の相談を受けましたというペラペラの紙1枚だけで2600万円の委託料をせしめていたと、そしてですねちゃんと困難な女性、困っている女性を支援したのか助けてやったのか、そういう根拠を裏打ちするですね領収書であるとか帳簿であるとか保護した時の記録であるとか、そういうのが曖昧で見せないから問題になっているんですよ。例えばですけど獣医師会は狂犬病の注射の数をごまかせないんですから、獣医師会内部の帳簿がどんなにめちゃくちゃでずさんでも、誰が横領していようとも注射さえきちんとしてですね一頭当たりいくらで払っているから問題ないんですよ。ところがコラボは事業実績があったのかないのかわからないんですよ。都がですね困っている女性を助けてほしい2600万円、本当に困っている女性助けたのは、そういう帳簿の裏打ちがあるのかと、そういうところが問題になっているわけであります。困っている女性に支給したとするですねお弁当やらお茶やら、食材費ですね、これの合計が60万円ぴったり、ゼロが5つ並ぶ経費をコラボは出しているんですけれども、もちろん領収書ないそうで、そういうですね弁当やらお茶やらの合計額がゼロが5つ並ぶ、端数がないぴったり、こんなのは初めて見たと、とある公務員が書き込んでおりました。皆様、今や総理も知るところとなった、国会でも問題になったコラボ問題、ずるして楽して税金もらってないか問題、皆様も知っておいてください。よろしくお願いします。